樹液に集まる昆虫。はい、大紫、これは右の図に出てますね。大紫、これ蝶の仲間ですね、大きな紫色の蝶々、まあそのまんまなんですけれども、ね、模様がついてますね。はい、で、スズメバチ、スズメバチなどは昼間、カブトムシ、クワガタ、ガなどの仲間は夜間、ね、クヌギやコナラなどの樹液に集まります。さっきもちらっと言いましたね。特にこのクヌギは非常に数が多くて、ね、このクワガタとかカブトムシを取るのに一番こう、まあ狙い目になっているというね、有名な木です。はい、でカブトムシ、クワガタ以外にもガの仲間も結構樹液を、ね、夜に吸いに来るということですね、だから、カブトムシやクワガタ取りに行ったのに周りがガばっかりっていうね、最悪なこともあるかもしれないですね。まあ最悪といったらちょっとガにかわいそうですけれどもね。はい、はい、昼間は大紫スズメバチですね。はい、じゃあ次行きましょう。